明日の第3試合に予定されています WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチの公式休養となります。それでは初防衛戦となりますチャンピオン田中康生選手お願いいたします。スーパーフライ級のリミットは115パウンド 52.16 キロでございます。田中選手リミット 52.1 リミットですね。田中康生選手はスーパーフライ級のリミット 52.1 キロでパスしております。チャンピオン 52.1 キロで公式計量をパスしております。続きまして挑戦者ジョナタン・ロドリゲス選手をお願いいたします。ジョナタン・ロドリゲス選手55キロジャストですね。オーバー。ジョナタン・ロドリゲス選手 55.0 キロ約 2.9 キロオーバーでございます。なおジョナタン・ロドリゲス選手には2時間の猶予が与えられます。この2時間の猶予の間この計量機には何度も乗ることができます。現在1回目の計量午後1時6分の時点で 55.0 キロ約 2.9 キログラムオーバーでございます。ジョナタン・ロドリゲス選手には2時間の猶予が与えられます。今一度申し上げますがジョナタン・ロドリゲス選手はこの2時間の猶予の間は何度も計量機に乗ることができます。今一度申し上げます。田中康生選手は 52.1 キロスーパーフライ級のリミットで、こうして計量しておりますが挑戦者のジョナタン・ロドリゲス選手は 55.0 キロ約 2.9 キロオーバーでございます。